どうも、エルザです。それでは、デトロイト、ビカミヒューマンやっていきたいと思います。前回の続きで言うと、ちょっと新しく場面が変わってというところですね。さあ、夜中3時。ん？再起動？嘘でしょ。嘘でしょ。二人撃たれたうちのどっちだ？やばい、ターミネーターみたいじゃん。マジか。さあ、自分の分析を。まず視覚ユニット、ああ視覚障害が起きてると。目は打たれた感じか。耳は音声データ破損。ああだから音聞こえないのか。あ、いや、ここか、打たれたの。シリウムポンプ調整器、節電モードで稼働故障と、まあ、壊れてるんだね。腕はある。あー、足か。左足と右足のパス、足両方ないのか。マジか。さあ、早速足を取り替える。画家の方のロボットかな。マジか。人間も人間でやることえぐいな。さあ、周りの音は全部あれかな、機械内部の音だけかな今。さあ分析、68470、読む前に終わったね。さあ L1R1 バッツ、ここよし。このコントローラーを動かすのが難しいね。さあ足を取り替える、正常にさあどう。さあもう片方やね。これでちょっと動きやすくはなったかな。さあ分析完了。右足避ける、同じ足はいらんと。あー、じゃあここあれか、そのイレギュラーが発生したロボットの墓場みたいなもんか。いやー、あの息子許せんな。動いてる。左足が欲しい。あったね、左足。互換性ありと。さあ、ガチャンと。さあ、これで足は動くようになったね。久しぶりにするとちょっとボタンの意味合いが分かんなくなってくるね。さあ今回は廃棄場からの脱出と、あのボンクラ息子を絶対仕返ししてる。ちなみにこっちは何かあるかな。ああ、四角、まあ節電モードっていうのもあってねえな。よし戻ろう。いやー、音も何も聞こえないねー。おおおおいきなり、うおー、来い。俺たちが自由に暮らせる場所はジェリコを探せ、ジェリコを探すんだ。ジェリコ、いやー、びっくりしたー。いや、だってさ、こいつだけさ、色がさ、新しい色してんだもんな。なんだ、このゲームってホラー要素あったの？さあさあさあ、
かねえんだ。うやー、すげえことになってる。やばいやばい。いや最後のそれやばいやろ。お前はどこに行く？いや、どこも行きません。いやいやー、やーべえな。僕が聞いた情報ではホラーという話は聞いてないんですけど。わー、びっくりした。マジか。でもホラーっていうのか全くさ考えてなかったから、まあ反応もしないか。ちょっと調べよう。シリウムポンプダメっぽい。これは？お、四角いと互換性なしか。まあこれはさ、ロボット同士だから可能だけど。いや、ある意味ゾンビより立ち悪いな。さあ、動機。音声プロセッサー OK。 いいね。おお、これが耳に入る。さあどうだ、これで音声がちょっと戻ったかな。いやー、結構雨激しかったね。いや、ビビるよ。いやいや、あのね、バイオとかみたいに、なんだろう、ゾンビが出るか、ね、ああいう前提と心持ちがやっぱ違うからね。いや、これはどうかな？お、互換性ありと。引っこ抜くのかー。申し訳ね。こんにちは。私は AK700 型。何でもお申し付けください。じゃあ目をいただく。ご用件は？プログラムが異常を検出しました。サイバーライフメンテナンスセンターに連絡してください。さあ、これで視界がだいぶ戻った。いやー、ほんと廃棄場っていうか機械の墓場だよね。さあ、これで、まああとは心臓部分かな、欲しいとしたら。やめろやめろ、桜を流すな。ここで桜歌うのか。マジか、それはちょっと不気味すぎるぞ。しかもさ、これもともと多分海外のゲームだと思うんだけどさ、ここで桜を流すっていうテイストがね、やっぱ。あ、生きてそうだね、このユニットは。互換性あり、生きてたね。じゃあどうせ動くんでしょ、取ろうとしたら。はい。あ、動かなかった、意外と。さて、さ、入れる。ステータス安定と。いや、やばいね。まあロボットって分かってもやっぱなんだろう、不気味さを覚えるね。なんか登るって文字もちょっとバグってたし。さあ、これで、なんとかっていう感じかな。じゃあ脱出していきますか。
さあ R1 L1 上さあ復活の時やね。どうなんだろうな。さあ最後頑張れ。いやーやばいね。てか傷も治ってるしね。さあ手に取る。まさか。外す。ああやっそういうことね。これで普通のロボットか人かも分かんないってことやね。多分そのプロテクトは破壊してたけど、あれで外せないように制御とかしてたんだろうね、本来はね。これである意味自由と。これね、ロボットやからいいけど生身の人間やったら恐ろしいよね。ん？待て、そんな選択するところあったの？え、どういうこと。まあ多分結果的に落としたところ行くんだろうけど、手握り方は別にあるんだ。え、それはそれでちょっと気になるけどな。さあ主の淵から、マーカス名前覚えねえな。マーカスが、復活しましたが、まあ、彼の心境がどう変わるのか、まあ、復讐はするだろうねっていうとこですが、次に進みたいなと思います。いや、え、普通に元気じゃん。さあ、アマンダを探しますか。大体こういうのはさ、中央にいるもんだよね。あ、いた。アマンダ、この人は何なんだろうね。見つけたけど、バラか。いや、にしてもおしゃれだね。こんなでかい庭がいるのかどうか。こんにちは、アマンダ。コーナー、会いたかったわ。残念なことに、前任者は破壊されました。変異体は不安定なものと認識しながら油断したのでしょう。同じミスを犯さないように。ええ、もちろんです。コーナーが破壊されると記憶は次のコーナーへと転送されます。ですが少なからずデータが失われるのも確か。破壊を避けるのです。それにより操作に遅れが生じてしまう。分かっています。尋問はかなりの困難を伴ったようですね。変異体をどう思いました？どう思った？人の模範。人間の感情、特に恐怖を見事なまでにシミュレートしたことで非合理的と思える行動を取ったのでしょう。
コーナー、アンダーソン警部補が公式に担当になったようですね。彼をどう思います？興味がそそられる。彼は短期で気難しい人物です。ですが昔は良い刑事だったようでした。興味深い人物です。残念ながら協力し合うより他ありません。どう接するつもりですか？うん、それはね、無視。彼のことは無視して捜査に集中します。あ、いいんだ、いいんだ。接すれば問題にはならないでしょう。変異の兆候を見せるアンドロイドが増えています。何百万ものアンドロイドが。万が一暴走すれば大変なことになるでしょう。あなたはサイバーライフが生み出した最先端のプロトタイプ。事件を解明できるのはあなたしかいない。お任せください、アマンダ。今一度捜査を再開し、最悪の事態を食い止めるのです。急ぎなさい、時間がないわ。なんか感情の揺らぎが出たね。さあ、アンダーソン警部補を探しますか。いやー、アマンダ見ててさ、俺ずーっと鼻が気になってさ鼻が気になって気になって許可がなければお通しすることはできません。さあ、許可書が必要か。話してだね。ご用件は？アンダーソン警部補に面会を。許可の確認を。ああ、警部補はまだいらっしゃってませんが、デスクでお待ちください。確認中ね。いろんな人はいるか。状況の変化が確認され次第随時番組でお知らせします。あ、嘘だろ。あいつのせいで危ない目にあったってのに。なんかねえかな。なんか起きてるね。いやー、だいぶ荒れてるけど、まあいいか。今何するんだっけ。とりあえず見とこっかね、いろいろと。だいぶいい笑顔してるね。どうしよう、不安だわ。大丈夫、落ち着いて証言するだけだ。座れんしな通れるんか、もう通っていいのかな。あ、通れるんか。あ、じゃあいいや。はいはい、じゃあ次。デスクを見つける。アンダーソンさんね。なんかさ、あのずさんな感じからするとさ、散らかってそうな感じがするのよ、人間性的に。あのずさんな感じがね、ちょっと一発で当てたいよね。散らかってる好き。あー、どっちかやな。いや、音楽聴く、音楽聴くか。これは何、ドーナツか。ドーナツ食べるのかな。どっちやろ。散らかし、あ、音楽聴く口じゃないと思うけど。よし、帽子は被らないとして、こっちかな。いや、調べれないか。じゃあこれで調べてみましょう。画面、アングルが、アングルが。あ、あったね、アンダーソン。すみません、
警部補はいつも何時頃到着されますか？前の晩どこにいたかによるな。昼前に現れたら驚きだよ。どうも。さあ警部補待つか。新しい職は探索する。まあ探索しよっか。意外とこの、いやさすがに人の付き合いはありやな。あ、音楽を。ヘビメタ系。あー、ヘビ、ダークの方なんだ。あー、ヘビメタいいけどね、ダークになるとちょっとまたね。さあ、これでしょ、これ。美味しそうだよね、ドーナツね。全部チョコ。チョコのドーナツだね。他の味あってもいいような気はするんだけど。やっぱあの辺り調べないとダメか。これが？あ、著名画家の、はぁ、もう新聞っていうか雑誌にね。はぁ、マジか。画家の死ということで、カールマン・フレッド氏が死亡したことは分かったと。いや、なんか誰かが後継いだみたいな話になってるけど、まさか息子ではないよね。イワノフ首相ね。まあ、机を調べるしかないか。なんか調べてる最中ではあるみたいだけどね。バスケットチーム好きなんだ。デトロイト野球帽。あ、野球帽か。バスケは被らんな。マッチ。ジミーの番。さあ、ドーナツ。カロリー452カロリー。飽和脂肪酸13。コレステロール19ミリグラム。糖質51グラムと。まあ、食べ過ぎ注意やね。でもなんかコーヒーにドーナツってなんかアメリカっぽいイメージあるな。日本だと食パン、ミルクコーヒーみたいなね。冷えたコーヒー。カフェインの痕跡。さあ、あとは。あら、意外と、あ、あったあった。椅子が、犬の毛、セントバーナード。あ、犬好きなんだ。はぁ。レッドアイス特捜部。はぁ。じゃあ、取締り派みたいなところなんだね。え、アンダース、レッドアイスバイニーネットワーク、摘発。警部補に昇格。ああ、じゃあ結構凄腕なんだ。はあ、意外。ん？これは？イロハモミジ。ああ、アジア、シシトウ。モミジか。へえ、そんな趣味があったか。こんにちは、警部補。私はコナー、サイバーライフのアンドロイドです。おい。お前夕べ頭をぶち抜かれたんじゃ。残念ながら前任者は破壊されました。ですがメモリーは全て私に転送されています。操作への影響はありませんのでご心配なく。だが嘘だろ。ハンク、オフィスに来い。オフィスで話を聞く。じゃあ僕も。
あ、入れた入れた。毎日10件もアンドロイド絡みの事件が舞い込んでくる。昔から通報はあったが、ばあさんのアンドロイドが行方不明だとかその程度だった。それが今じゃ暴力沙汰や昨夜みたいな殺人事件まで起きてる。これはもうサイバーライフだけの問題じゃない。犯罪として捜査を始め、大事になる前に手を打たなきゃまずいことになる。お前には一連の事件の関連性を調べてほしい。待ってくれよ。なんで俺が担当なんです。俺なんかよりこの事件に向いてる奴が山ほどいるでしょ。俺はろくにアンドロイドのことも知らなけりゃ、携帯だってろくに使いこなせねえってのに。みんな手一杯なんだよ。それにこの類の調査はお前にうってつけだろ。ふざけんな。どうせアンドロイドの調査をしたがる奴がいなくて俺に押し付けたんだろうが。サイバーライフのアンドロイドが捜査に協力してくれる。この最新鋭のプロトタイプがお前の相棒だ。冗談じゃないね。相棒なんていらねえし、プラスチックの塊なんて持ってのほかだ。おい、そんなに私を怒らせたいのか。ハンク、お前は警部補だろ。減らず口を叩く暇があったら私の命令に従え。減らず口叩かせてんのはあんただろ。まあもういい。今のは聞かなかったことにする。お前の小説みたいに分厚い懲戒フォルダにこれ以上ページを増やすのはごめんだからな。この話はもう終わりだ。ジェフリー、なんで俺をこんな目に遭わせるんだよ。俺のアンドロイド嫌いは知ってるだろ。マジで勘弁してくれと。ハンク、お前の文句にはもううんざりなんだよ。従えないんだったらバッジを返すんだな。それじゃあもう出てってくれ。私も忙しいんでね。アンダーソン、好意的な態度。光栄です。必ずや最善を尽くして。出るときドアを閉めてってくれ。では失礼します、警部。あ、警部補と警部ね。はい、補佐ね。はいはいはい。いやー、なんかハゲ散らかしてるの多いな、相変わらず。なんか上司って感じだよね、海外のね。いやー、じゃあカールおじさんに会いに行きますか。おじさん、どんな感じ。新しいコナについて理解を示す合理的な態度、建設的な態度。ああ、三角。私の前任者が破壊されたせいであなたを不愉快な気分にさせてしまいました。二度と同じことが起こらないようベストを尽くします。多分パートナーになったことですし、仲良くしませんか。ポジティブに接する。私はあなたとご一緒できてとても光栄です。きっといいパートナーになれる。いや、選択肢がどんどん減っていこうね。どこかに使ってもいいデスクはありますか。そこなら空いてるぞ。あ、本当にこう。でもね、意外とこの反対側の席ってさ、まあ仕事してるとあるんだけど、一番顔が見えないからさ、嫌いな人の前の席が一番僕は好きなんだよね。顔を合わせなくて済むからね、挨拶の時以外は。さあ、犬、バスケットボール、音楽、アンドロイドの嫌いな理由。これ、いやー、いきなり聞くか。アンドロイドの存在を嫌がる人は大勢います。あなたには何か私を嫌う特別な理由があるんですか。ああ、一つあるな。一つあるな。そうか、教えてはくれない。な、ファウルは警部とは長いんですか。ああ、嫌になるほどな。出勤時間、なんか痛いところしかつかない感じになってるね。このくらいの時間に出勤されるんですか。俺は好きな時に出勤する。いちいち余計なお世話なんだよ。調査は完全、まあプライベートだから、本当だったら多分バスケとかね、
バスキー行くのが良さそうなんだけどね、調査始めよう。ファイルがあれば目を通したいのですが。デスクに端末があるだろう。どうぞご自由に。あ、でまだ話しかけれるんだ。まあアクセスしよう。さあ今回今ゴードンロビーですか。が被害者で失踪中ね。アンドロイドは家に残して出勤したが、帰宅したところアンドロイドが失踪していた。家を出た可能性がある。チャンバーレトリーです。あー、被害者を突き飛ばし首を絞めた。逃走中。複数の部屋を荒らしてる。空き巣みたいなことしてるってことか。送り届けそのまま失踪。これがレオ、誰かな。あ、これあれか。自宅で死亡しているカール・マンフレッドを発見。息子と所有していたアンドロイドが争った後死亡したとのこと。これマーカスのことやね。まあ顔はバレてないから分かんないのか。プロトタイプ、型番シリアルナンバーが不明とされ、現場に駆けつけた巡査に破壊されたのこと。不明、ああ、そのまま廃棄されたかい、情報がないわけね。あ、これもか。はい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 。いや、もう、容疑者になってるんだ。廃棄済み容疑者。被害者の遺体は家に立ち寄って友人により発見された。発見者が即座に通報した際の時刻は8時42分。その後、銃で撃たれ死亡。凶器は被害者のものと見られる。X400 は現場で見つかっておらず、第一容疑者とされている。243件も。1件目は9ヶ月前です。デトロイトで始まり、急速に国中に広がっている。 AX400 型が昨夜人間を殺害したそうです。そこから捜査を始めると良いかもしれません。ほら、プライベートと仕事を分けただろ。ちゃっちゃと行くぞ。プロとしての態度。いや、もうここはね、割り切って反則。あなたがこの捜査を担当したくないのは分かります。ですが、あなたもプロでしょう。おい、いいから黙ってろ。そうか。辞任を進める。じゃあ。もっと有能な人間にこの捜査を任せて、ご自身の問題を解決してきたらどうです。いいかてめえ、俺の好きにできるんならお前をゴミ箱に放り込んで火をつけてやる。いいか、俺を怒らせるな。じゃなきゃ痛い目見るぞ。あの警部補、あのお邪魔してすみません。昨夜男を殺した AX400 型の情報が入りました。現場はレイブンデール地区のようです。ああ、わかった。サンプル調べたか。何かでさあ、おじさんカンカンですね。ハーン君が手がかりを得たと。いや、得た、今日は得たやけどさ、カンカンやったね。やばいね。キャラの名前がね、全然頭に入ってこなくて。あれなんだけど。37分くらいか。そしたら、今回1話目ここまでにしましょうか。ちょうど切りがいいんでね。多分こっから次、カールとかの話になるんじゃないかなと思いますが、まず、そうですね。動画を見ている方はここまで。で、ライブ配信見ている方はこの引き続きやっていきたいなと思いますので、楽しみにしておいてください。それではここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価もよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃあ、まただ。